まあ、素材ナンバーワンですね。黒の色の深さが違う。この縫製の仕様の中ですごい感動した。こういう細かな気遣いをちゃんとしてるかどうかっていうのも非常に重要なポイントかなと思います。せっかくこういうことやってんだから、このネームでかすぎますけどね。皆さんこんにちは、ファッションデザイナーの石川俊介です。前回に引き続いて T シャツいきましょう。で、黒 T シャツです。で、前回ちょっと高かったじゃないですか。一番安いので22,000円、13段で。で、もうちょっと安くていい T シャツないのっていうところで、前回ヨーロッパブランドみたいな感じだったんですけど、今回は日本ハテナっていうところなんですけど、日本ブランドとうち、まあ同じく日本ブランドのうちの T シャツだったら1万円台ぐらいで買えたりするんで、その辺紹介したいなと思っております。前回の動画3種類の T シャツ紹介してますが、それは概要欄のところにリンク貼っておきますので、そちらからご覧ください。今回まず一つ目、コムデギャルソンシャツ。ちょっと早く言おうとすると噛んじゃうんですけど、コムデギャルソンシャツ、一応フランス、コムデギャルソンは日本のブランドですけど、確かシャツはフランスなのかな、なんかそんな感じだったと思います。そんな感じ、そんな感じで、そんな感じの定番 T シャツですね。で、まあ素材でいくと、前回紹介した3つよりもまあ若干落ちる感じはあるんですけど、まあ、十分に気持ちいいし、まあ粗い T シャツ着て寝るともうチクチクして嫌なんですけど、これだったら寝れるなっていう感じです。で、この T シャツのポイント大きく挙げると、まず襟で、2つ目縫製、まあ、この2つかなと。特筆すべきは、あとコスパ、うん、忘れてました、コスパあとコスパですね。この T シャツで、これ1万500円、今回紹介する T シャツの中で一番安いです。ドメスティックのブランドでもやっぱり1万円前後はするんで、まあ、それと同等ぐらいのプライスで、まあ、一般的な安い T シャツからするとまあ4倍とかしちゃうかもしれないですけど、とはいえ、やっぱそういう思い詰まった T シャツだと思うんで、非常にいいと思います。シルエットの話を先にさせてもらうと、身幅とか結構細め。で、この間紹介したドリスバンノッテンとかと、でもサイズ感的には、ドリスバンノッテンの S とギャルソンシャツの M が同じぐらいの感じで、ほぼほぼ同じぐらいと思ってください。これよく、ヨーロッパ、アメリカのブランドと日本のブランドってサイズ1個ずれてるみたいなところでいくと、まあちょうどそれぐらいに該当するのかなっていう感じですね。あとね、違いは袖。袖はこれどっちかっていうと、ちょっとベーシックめな袖、細めで、袖丈もそんなに長くない感じですね。でも特筆すべきはやっぱこれは襟かなと思ってます。ジルサンダーの T シャツとかのところでお話ししましたけれども、ちゃんと丸をね、こう傾けてきてるみたい。で、これに関しては、付け方でいくと、このバインダーっていう襟の付け方ですね。巻いてくる感じ。このね、結構難しいんですよ、この丸を作るのって、綺麗に。だからこれちょっと、まあ、もうちょっと本当は伸ばしてつけれるといいんですけど、ちょっと平置きの状態だったらボコボコ少し浮いてる感じがあります。だからこの辺はやっぱジルサンダーの T シャツの綺麗さとかっていうのがよくわかるかなっていう感じがするんですけど、こういう感じです。ただ、着るとこれ、丸が綺麗に沿ってくれて非常に綺麗な襟になります。で、あとね、縫製の部分で感動したところでいくと、これは細2本針とかじゃなくて普通の2本針なんで、ここのステッチの幅も非常に広いもんなんですけど、いろいろ見ていくとね、いいんですよこれ。ほんと最近この縫製の仕様の中ですげえすごい感動したことの一つです。袖側と身頃側に倒すのを逆にしろ、縫い代を倒すっていうのを逆にしてます。この辺の説明もぜひこの間の動画を見ていただけるといいんですけれども、これ一番感動したのは何かっていうと肩で、やっぱ縫い代が立ってきて、それが肌に当たってチクチクしちゃうのが嫌だっていうので、 T シャツによってはステッチで押さえたりとかいろいろしてるんですけど、あ、こんな黄金あんだと思って、こう普通にロックで縫ってるんですけれども、そこのね、縫い代の部分がね、片っぽこんだけ余ってるんですよ、生地巻いてくる感じで。最初何これと思ったんですけど、おそらくこれがあることによって縫い代がこう立ってこないんです。すげえなと思って、こういう細かな気遣いをちゃんとしてるかどうかっていうのも、たった T シャツ1枚っていうところなんですけど、非常に重要なポイントかなと思います。せっかくこういうことやってんだから、このネームでかすぎますけどねネームじゃない、選択表示ね、これインカードって言われるで、肩周りの作りだったりとかっていうのも非常にタイトな T シャツなんですけども、綺麗に着れるようなところを考えて作られてるんで、一応フォーエバーって言われるシリーズなんですかね。本当に定番として長く売っていこうっていう T シャツでしょうし、素晴らしいなと思います。あとなんかね、これ肩とかのこうネーム、これちょっとヨレッとなってんですよ。
なんでこんなことなってんのと、これ不良品じゃないのみたいな感じなんですけど、襟かぶるときに伸びるから、それをの動きがあるようにわざとこう浮かしてつけてあるみたいなところになってると。まあ本当はね、こういうのって嫌がるポイントだと思うんですけど、ここでプチッと切れたりしないところを考えて作ってあるとか、まあ結構細かいところをちゃんとこだわって作ってるものですね。うちの商品です、マーカーウェアの T シャツ。これも定番で作ってるものです。ちょっと今まで紹介した T シャツとはシルエットが違います。っていうのが、前までは今まで紹介してたような T シャツ作ってたんですけど、なかなか買ってもらえないんですよ。やっぱビッグシルエット流行りがまだ続いてるからか、まだまだこういう大きいシルエットの方が好まれて、僕ら展示会で各エリアのお店さんからオーダーしてもらうんですけど、もう枚数が全然違って、うちの MD とかからも、あっちはもういらないですみたいなこと言われちゃって、残念なんですけど。で、大きい方だけになってますけれども、また僕はもうちっちゃいの作ってやろうと、もっとジャストフィットなやつを作ってやろうと目論んでます。で、この T シャツ、ポイントは、素材です。と、コスパもまあいいと思ってください。その2つかなと思います。で、もちろん縫製とかっていうのはこだわってやってます。ただし、ちょっと僕気抜いてたんですよ。今回もう一回ちょっと気合い入れないといけないなと思ってるんですけど、例えば脇、何度もお話ししてた、この十字の部分、倒し方逆にするとか、前やってたのに、今普通に戻っちゃってて。これはちょっとジルさんだのこと言えない、ね。ああ、言えないな、本当に。ちょっと気抜いてましたね、T シャツにね。気合い入れてもう一回やります、ちゃんと。僕らも結構いろんなタイプの T シャツを作ってるんで、これはどちらかっていうと、そんなに前倒してきてる感じではないです。ちょっと太めのバインダーで。まあ、でも、綺麗についてる襟だと思います。あんまりもこともせずに。縫製指導のところでお話すると、保存日本針を使ったりして綺麗に作ってます。やっぱ一番の売りは素材だと思ってます。今回これ合わせて、前編、最初の方で3枚紹介させてもらって、今回2枚なんですけど、素材ナンバーワンですね。ね、何が違うかって、使ってるコットンの種類が違います。今どうしても、ヨーロッパ、アメリカのメーカーもほとんどが、蝶々綿スーピマばっかりになっちゃいました。で、スーピももちろんいいコットンなんですけど、やっぱスーピマじゃ面白くないですね。みんな似たり寄ったりなんで。で、僕ら何やってるかというと、もともとイギリスの高級服のコットンのものって、シーアランドコットンがエジプト綿で作られてたんですよ。で、シーアランドコットンは本当に繊維が細くて柔らかい。まあ、世界最高のコットンって言われてるやつなんですけど、一方エジプト綿。これも蝶々綿って言われる。これは一番強いんですよ。素材として。だから長持ちする洋服が作れたりとか、光沢感もしっかりあるし、めちゃくちゃいいこと。ただ今あんまり取れなくなってるというか、生産量がすごい減っちゃったんじゃないんですね。で、そのエジプトコットンの中でもこれオーガニックです。今まで紹介した T シャツって大体全部薄手です。僕薄手の黒い T シャツがいいと思ってるんで。なんですけど、大体全部、60番って言われるぐらいの番手なんですよ。糸の番手っていうのがあって。ね。番手、数字が大きくなればなるほど細い糸になっていって。で、数字が小さくなればなるほど太い糸になる。大体60番装置ぐらいのものだったんですけど、これは80番装置。より細い糸。で、2本使って。で、それを毛羽を消すために全部糸の状態でガスで焼いて、でやってます。あんまり自分のこう T シャツを宣伝するための回じゃないんで、あれなんですけど、もう一個だけやしてもらうと、あと黒。のポイントがあって、黒って結構洗濯で色褪せるじゃないですか。で、しらっちゃけていってグレーみたいな色になっていくんですけど、それがすごく嫌 でこれは日本で一番黒染めがうまい染め工場さんにお願いして、そこで黒染めてもらってます。なんか黒の色の深さが違う、プラス洗濯しても色褪せない黒っていうのを作ってます。っていうところで、まあ、素材圧倒的に素晴らしいんじゃないかなと思ってます。で、明らかに今回触り比べてもうちのがやっぱり一番いいなと思っちゃうぐらい生地としてはいいものです。あと、まあこれちょっとゆったりめなんで、この光沢感とかレッグ感生かしながら着てもらえるタイプの T シャツなんで、まあ今まで紹介した T シャツとは若干違うんですけど、定番 T シャツとして紹介させてもらいました。本日のまとめ、男なら勝負黒 T シャツ1枚持っておきましょう。今回紹介した2枚とかっていうのは比較的まだコストパフォーマンス高いと思うんで、この辺を入り口にしてもらって、いい T シャツ何が違うのっていうところを知ってもらえるといいんじゃないかなと。で、その後にまだね、6万円のザ・ローの T シャツとかもこの間紹介しましたけど、さらにまだ高いものがあったりとかいろいろするんで、なんか T シャツ1枚取っても各ブランドしっかりと考えていろいろ作ってますんで、そこを皆さん体験してもらって、ちゃんと、あ、着たら違うんだなっていうところを理解するところから洋服の楽しみを増やしていってもらえればいいんじゃないかなと思います。
石川さんが黒 T やってきましたけど、はい、他になんかこの T シャツやってくださいみたいなそのコメント欄で、あ、そうですね、なんかその辺もらえると嬉しいですね。結構今年僕も T シャツポロポロ買ってるんで、なんかこういう方向性で紹介してほしいとかあったらぜひもらえるといいですね。なんかデザイナー系の T シャツもこの黒以外にもいろいろ買ってあるもしてますし、その辺でもいいですし、うん、なんか皆さんいただけると嬉しいです。お願いします。皆様チャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いいたします。